マルチン・ラウアーは、旧西ドイツの陸上競技選手。1960年ローマオリンピックの金メダリストで、ある。ラウアーは、1950年代に110メートルハードルの選手として活躍した選手である。初出場した1956年メルボルンオリンピックでは、110メートルハードルで4位、そして十種競技でも5位という成績を残した。 当時の110メートルハードルはアメリカが1948年ドンドンオリンピックから3大会連続表彰台を独占しているほど圧倒的に強かった競技である。そんな中、ラウアーは1959年7月7日に13.2秒の世界新記録を樹立した。同年には第1回のアスリート・オブ・ザ・ヤーに輝いている。ラウアーは 1960年ローマオリンピックに出場する。当初は110メートルハードルと10種競技にエントリーしていたが、足首の故障のため10種競技は出場を回避した。万全な状態でない中、ラウアーは110メートルハードルで前回に引き続き、アメリカ勢3人に次いで4位に終わる。しかし、この大会では400メートルリレーにも出場。ベルント・クルマン、アルミン、ハリー、 バルター・マー・レンドルフと共に39.5秒の世界新記録で金メダルを獲得した。しかし、金メダリストとなった彼の身に不幸が降りかかる。帰国後、ミュンヘンで骨膜炎の治療中に医者から打たれた注射の中に十分に殺菌されていないものが混ざっていたことから中毒を起こし、彼は足を切断せざるを得なくなる。さらに、1年間の入院中、 彼を見舞いに来た恋人を交通事故により失うという悲劇も重なった。病院を退院後は大学に復学。卒業後は原子力技術者として活躍した。その他にもカントリーシンガー、ジャーナリストなどの経歴も持っていた。2019年10月6日、死去。82歳坊つ。ありがとうございます。